1> 第1章偶数年の出来事796年12月1日今度イゼルロン要塞へ引っ越しすることに決まった時それを機会に日記をつけることにしたいつまで続くかわからないが僕がそう告げるとヤンティークは最もらしくうなずいたものだ日記をつけるのはいいことだ。 私ははやる気はないけどねどうしてですかいいことだっておっしゃるならご自分でなさればいいのにだってお前私が何でもかんでもやってしまったらお前のやることがなくなるじゃないか昔から言うだろう息子が成長した時のために畑の雑草を残しておけって帝徳が「昔から」という言葉を使ったら僕に反論できるはずはない キャゼルヌ少将はそういう場合は、出典を正確に言ってみろと反撃して、3回に1回は勝利を得るそうだ。それにしても、ヤンテイー徳はイゼルロン要塞に、キャゼルヌ少将を招いて事務を任せたいと国防委員会に願い出ているが、なかなか許可がもらえないそうだ。アムリッツァーで我が軍が大敗したのは、キャゼルヌ少将の責任ではないのに。 だけどヤンテ督に言わせると軍人が処罰されるのは処罰されないことより正しいのだそうだそれはそれとしてヤンテ督は僕に熱い日記帳を買ってきてくれた文字というものは手で書くものだとヤンテ督は信じている音声入力式のワードプロセッサーをヤンテ督は心の底から軽蔑して犬の鳴き声だって文字にするバカな機械だ と言っている。提督はもともと機械というものに偏見を持っているのだつい先だってまで我が家にはソリビジョンのリモートコントロールスイッチさえなかった五体満足な人間がソリビジョンを見るのにリモコンを使わなきゃならない理由がどこにあると言っていたのが急に返信したのはあの呼ぶと流に人が最高評議会の議長代理になってからだ 人の自信満々な顔が画面に現れるたびに、ヤンテイ徳はソファーから飛び降りてチャンネルを変えに行っていたが、さすがに労力の無駄だと思ったらしい。リモコンを使うと、一瞬でトリューニヒトの顔が消えるので、今ではすっかり気に入っている。ニュースの時間など、最初からリモコンスイッチを片手に待ち受けている。トリューニヒトの顔が出てこずにニュースが終わると、なんとなくつまらなそうに見えるほどだ。 ヤン提督のことばかり書いてしまった。少しは自分のことも書かなくてはならない。